ファンシーアイランド、うん、うざいね俺はいすいません誤解ですねん <laughs> か興奮が止まんないんだわえっ、ー、とねファンシーアイランドって僕数年前に実況したの覚えてますそうえっ、ー、とね今回この「深層ファンシーアイランド」ファンシーアイランドの進化版がね最近出たということで皆さんと一緒に遊んでいこうかなと思いますでねこれありがたいことにねまだ世界で実況動画が上がってないのよ、うん、だから獣道で皆さんと一緒に楽しんでいきましょうか <laughs> どうなっていくんだろうね。結構過酷だからな、これ。クリアできるか分かりませんが、ちょっと頑張っていきましょうか。<laughs> いくぞ。はい。え、どうすんのこれ。ファンシーアランドって、待ったりして、えっ、ー、と、怪奇現象というかさ、怖い現象が起きたりすることもあるんで、こういうところ待ったりとか、押したりとか、いろいろやっていきましょうか。この辺は多分ここ押すんだろうね。うん。他のさ、こういうところも押して、こう隠し要素があったりするのよ。うん。 <笑><笑>いいな、このファンシーアランド星。僕大好きなんですよね、これ。えー、っと、あ、よく見たら、うん、口当たない、今。よく見たらさ、これ、1、2、3、4、5ってなったんすね。はい。じゃあ、5から行きましょうか。<laughs> こんなんで済んでいいのはい。今の多分1ステージから5ステージまであるよ、みたいな感じかなうん。で、扉が現れましたが、これを押していくのかなんちょっと待って。<laughs> 俺さ、俺今ゲーム音爆音で実況してるんだ。耳が弾けるかと思ったわ。雷が落雷をましたね。はい。耳元で雷をした気がしますが。これ何回か押していくのかなぽいぽい。うわ、許せえ。<laughs> <laughs> ちょっと音下げますね。これさすがにやべえわ。み、なんかこれクリアする頃には俺鼓膜ぶっ飛んでる。では3回目行きましょうか。はい、おい死んだぞ。これね、トップに、え、どうしよう最初から、うん、最初からこれクリアまで最初からこういう風にプレイしていくのかなどうなんだろうどうしよう今のランダムからもう一回行きますよ。うん。3回目でやつが出てきたんで、はい。 これファンシーアイランドって結構運要素がある。あ !4 回目できたなるほど。これひょっとしたら次やったらいけたりするかもしんないよね。はい。これリロードしてたらどうなるあ、いけるわ、ここから。1、2、3、4。うん、ダメだこれランダムで来やがるな。どうしよう。うん。これやっぱトップに戻ってやんないといけないのうん。トップに戻ってからこうやって でいきますよもう1回1234だめだ毎回出てきやるこれやっぱ順序よくいかないとダメっぽいね、はい、じゃあ1からいきましょうかすみませんねおふざけしちゃってはい1これはうな、ん、何これ進んでなんか地下水路みたいな感じはいこれでいけたね うん。何も起きなかったね、今のとこ。はい。で、次は、あ、洞窟じゃん。この洞窟進んでいけべの。うん。ひたすら行きますよ。はい。クリックでいいのかな他はクリックとかはあるかなないね。うん。はい。どんどん進んで。<laughs> どんこいつははは。<laughs> かわいい。どういうことうん。よくわかんないわ。今の地蔵さんが出て、はい。 お地蔵さんをクリックしようと思ったら化け物が来ちゃったんだけども。はい。で、はい、OK。ここは何も来ないんだね。次よ。これもランダム要素かなはい。先ほども言いましたが、ファンシーアランドはね、基本的に理不尽にゲームオーバー出してきます。うん。さっきのさ、ファイブステージとかもそうだったのかなうん。で、ここの洞窟は、いけたな。はははは。 <laughs> そして紫の扉が。うん。今んところもランダムなのがどうなんだろう。結構、運いいんじゃないか。2回目で来れましたよ。はい。お地蔵さん座ったら紫の扉。で、次はどうすんだパスコードってくっぽいね。うん。影がかかってて。これだよな。はい。じゃあなんとなくわかるんで打っていきましょうか。うん。はい。オッケーです。よし。じゃあ次、右側行きましょう。なんだこれ。全然わかんねえ。木の階段があって、イカゲームがある。うん。 ええと、鍵がかかん、全部鍵かかってる。何ここはい。うわ、わかんねえ <laughs>。謎すぎるよ。そのファンシーアランドって謎が謎を呼ぶんで、どんどんわかんなくなるのよ。迷宮入りしちゃうの、このゲーム。はい。どうすんねんうん。穴の底に何かがある。狭くて取り出せない。なんかバールのようなものというか、針金とか釣り竿とか持ってくんのかなうん。これなんだろうね。 階段がある。どっかにヒントあるかなうん。これで一周か。<laughs> <laughs> なん<て笑>回りすぎると今の貞子みたいなやつが来んのか。やったーもう一回リルドしよう。せっかく来れたし。わかった。えーと、どないするんだこれは。数字は変わってないうん。えーっと、でもなんかさ、これは パスワード。はい。これを押せるかなうん。よかった。押 <laughs> せてたらだって呪われてるもん,、うん。呪いだもんね、これ。はい。えっ、ー、と、パスワードをやりますね。うん。これもなんとなくわかる気がするんで。はい。合ってましたね。あ、てか待って、これ。<laughs> ふざけしたらちょっと気づきがあったんだけどさ、今。<laughs> 4時44分になってる。 日付は違うね。これ今僕のプレイ時間じゃないよ。うん。今あの1月17なんで。パスワード。どうすんだこれ。はい。このなんか扉のマークっぽいのがキーかな。あ、それともコースとかこ,こ,このさ、順序よく。4、7、8。違うか。はい。それか、これさ、1っていう風になってんじゃん。ピンのところ。 p のところ確か、あれだよね。アルファベット7の位置でね。じゃあ最初は7なのかな、これ。はい。7なのかなってすごい言いにくくないうん。これ押せる押せないね。一回じゃあ閉じるか。あ、どうやって戻んのこれ。あれ戻れんからいリロードした。うん。ここ押しちゃうと、うん。やっぱ買ってないね。あ、でもなんかこれ、関係ですよね、この色とか。はい。えー あ、待って、これ。4 <laughs> 月来た。<laughs> さっきの女性が白骨化しとる。なんやねん。そんな回ってないよ。これさ、この色が関係してんじゃないうん。こっちは何 <laughs> あ <laughs> 傷が治ってんじゃん。よかったね。はい。女性の傷が治癒されてよかったですね。おい。どうしよう。どこも絡なくなってきたもん。うん。えーっと、最初が、うん、やっぱ紫関係施設だよね、これ。ってことは、無理ううでしょう。これ数字書く、あ !7 だこれや扉が7。で、7。 あ、そういうことか分かったわ <laughs> お前 <laughs> やめてくれよ、いい加減。これ、そうだはい。解いちゃった、俺。多分、えー、あ、そう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 。ちょっと待ってね。これでここに、来たやばいやばいなんで <laughs> 水分が補給されてる。 なんだこれあ水なんだ来たわこれはいんでかって言うとさこれ1じゃんでこれ右側が7なのよで71あなんかある <laughs> そうこの下の形状を確認して0かなと思ってそう00この色がねすごい気になってたよね俺はい7100でいきましたねでこれはうんやったんようやく取れましたね、はい、まさかこれ水で取るとは思いませんでしたね なんかこう、糸とかさ、おろして取んのかなと思ったんだけど。うん。鍵を手に入れた。で、鍵でここ開けんじゃない消えた。スイッチあるぞ、これ。え <laughs> どういうことこれ <laughs> あ。あそういうことか。これ分かったぞ。3141。おいタイミングぶちこられてんじゃねえか、これ。うん。なんでそのタイミングに来たの ?7100。これ固定固定や。よし。 はい。これからね、プレイして積んだ方はぜひこれを答えにしてください。<laughs> わかんない。これ僕の解釈が間違ってる可能性もあるからね。はい。多分間違ってるとも、うん。はい。えー、ちょっと、運でいけたということで、いきましょうか。はい。鍵を取って、えーと、さっきが、あ、こっち、一応、表示してからにしようか。はい。3141ね。これ、<laughs> なんだ、あの暴れん坊将軍は。 はい。3141ということでこれさっき右行ったら死んだよね。じゃ、あ左行きますよ。もういいです。はい。あそこ開けません。3141だったよね。で、さっきの色に、これ足してくんだと思う。うん。最初赤だったから、5。えー、っと、5382。うん。5382で多分、えー、っと、怖いな。<laughs> ここが開く。5、 三、八、二、ほら、来たその、素晴らしい <laughs> よし、行こう <laughs>。ちょ、一瞬、三輪明宏さんが表よしてましたね。はい。さあ、行きましょう。この先に何があるんだろう。うん。ああの子出るかなちょっと待って。あ、下っかにもなんかある。うん。面白い。なんか、ファンシーアイランドといえば、あの、男の子、踊る男の子をイメージしますよね。 そう、僕はそうなんですよ。ののうわずずちょっとあの子っぽい。うん。あー、なん間違い探しね。はい。え <laughs> 普通に広告がついてた、今。<laughs> 1枚目、はい。時間内。これも時計とか変わりそうだね。えーっと。うん。これもなんか間違いがランダムで変わったりすんのかな どうなんでしょうてか、これ、あ、なんかカウントダウンされた。うん。ちょっとね、僕思ったんですよ。はい。うわめっちゃ変わってんじゃん。<laughs> みんな分かったかこれ。はい。1、2、3、4、5。5個ぐらいあるね。うん。これさ、あの、ズルしていいもう俺、一応答え、多分分分かったと思うんだけど。はい。これ、あ、やっぱりできた。ははは。 <laughs> こんな分かりやすい破体験あるかうん。でも合ってましたね。あ一瞬なんか釣ったぞ、今うん。えー、っと、まずはね、これ変わってたよね。うん。で、ここが、あの、丸の引き戸から、この、なんてうの、かけるやつに変わってた。で、あ。んあ、そういうことか。なるほど。全部埋めなの、こうやって。うん。で、ここに顔が釣って、あと一 こうか、ここ目になってたから、こうか、あやっぱりリ。来たでは早速聞きましょうか。ガチャリ。何があるんだろうね。これどんどんさ、真相ウェブみたいな感じで、本当奥深くまで行ってんだろうね。はい。これどういう設定なんだろうな、主人公と、この、 <laughs> 主人公とプレイヤーってのがなんか次に出てきて、なんか俺何言ってんねんって感じで思ったまです、今の。はい。ええー、と、あ、これ最初のやつじゃん。うん。5、1、2、4、3。あ、なるほど。この順番に行けってことか。合ってんじゃん。<笑>俺 <laughs>、ちょっと待って <laughs> 最初ふざけて5行ったの合ってんじゃん。しかも次1行ったしね。合ってるやん。5、1、2、4、3。はいはい。 これ何なんか止まってるやつ。5、1、2、4、3ね。はい。で、これ何トップに戻るでいいのかなトップに戻る。あ、来た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 。はい。えー、っと、じゃあ行きますよ。まず5。いや、でも、まあいいか。と <laughs> ここから行きます。はい。これだもんね。で、死ねえじゃん、これ。3、4回目で前から襲ってくんね、こいつ。うん。お前、やめろゲームオーバーじゃないよ。 それの通りにやってんよ、俺、さっき。うん。ちょっと待って、おかしいぞ、俺。合ってるんだけど、これランダム積んでんのかはい。ちょっと間を開けて押すとかうん。はい。3回目。で、押す場所変えて、うんうんうん、散れはい、彼女にチってもらったところで、やっていきましょうか。ちょっと待って、本当に合ってるか分かんない。<laughs> 不安なんだよ、このファンシーエアランドっていうゲームは。うん、何回来んの、お前。 全然進めないじゃん。うん。一応最終的に、5、1、2、4、3の順で行くのかなそれまで1、2、3、4って行けよって感じじゃ、ちょっと2行きますよ。寄り道です。はい。どうすん、はい <laughs> またこれなんか来たぞ。うん。え、えどういうことこれ。うん。何が面白いね。はい。これ、 あ、ちょっと待って、最初に見てなかったんだもう。<laughs> どうしよう、押しちゃって。なるほど、なんか順番で押していくみたいな感じかな、これ。もう一回行きましょう。はい。1、2、3、4、5。はい。これちょっと待って、むずいぞ。うん。1が、はい。あー、なるほど。ここが1ね。これ一個一個覚えていった方がいいはい。一応これ。 あ、これ1だったのに帰っちゃったよ。うん、はい。何回か見て分かりましたよ、うん。えーと、ここが1、ここが2、で、ここが4。うん、えーと、で、ここが、えーあれ <laughs> ちょっと待って、ここが3だ。うん。で、ここ5。これでいける。どうまたうーん、なるほど。これ動画見て、 そうこ,こは多分ズルできないと思うんだけど、動画見て、基本的に、ね、クリアしたら、この扉がられるっていうのが、あの、真相ファンシーエランドなのかな。うん。入っていきましょう。なんだこれは。もうわからないよ。<laughs> 俺のライフがゼロになりそう。はい。ぶっ飛んでますね。ええー、と、宝箱があって、ここになんか鍵持ってくんじゃないうん。カーテンだったんだ、今の。鉄パイプに見えたけどね。はい。 なんだお前一回目で来んじゃないよ。お茶目だね、本当に。あなんか一回目からこれクマちゃん人形来たよ。さっきの間違い探しにあったよね、この子。うん。え開かない <laughs> もう全然わかんねい <laughs> このゲームの運要素半端ないな。なにこれ 死にげやん。ああ待って来たあったぜこれで宝箱に、おい鍵取ったこれ。取ってない状態っぽい。うん。もう一回やろう。頑張る、頑張る。俺、うん。はい。頑張りまーす。あー、来来た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 。よし <laughs> 取ってくんなよ。宝箱来い来てねはい <laughs> 嫌い。ちょっと待って。一回、もう。 5,1,2,4,3でいきます。うん。<laughs> 俺完全に頭バグってきてるね。<laughs> やっぱ順序大事なのかなちょっと、うん。多分さ、正解したとしても、なんかまたこれ振り出しに戻る気がするんだよね。だからやっぱ5をクリアしてから次1行って、次2行って、4行って、3行っての方がいいんじゃないかな。れやっぱこれ運要素だけど、これ頑張っていくしかない。うん。 いけるかないついけるんだろう<ス>うん、全然いける気がしない。あさあ、気がたりてほしってみるぞはい。ん行きましょう。一 <laughs> 1>, 1。これ何回やんだちょっと雷が鳴り終わってから、はい。こうやって押していきましょう。うん。完全に鳴り終わってからもう一回押す。3。ここまではいいんだよ。この次よ。 うん。行くぞ。<laughs> 俺、人生で初めてパソコンの画面割ろうかなって思いました、今。うん。<laughs> やばいな、これ。ゲームじゃないもん。はい、ダメでした。うん。あのさ、<laughs> 何回やってもね、4回目で、あの、4回目の稲妻で奴が襲ってきちゃう。うん、だからちょっと違うやつ行きましょう。3やって、ん、ん、怖 <laughs> 園内を走らないでね。確かさ、ファンシーアランドでさ、あの、遊園地のお話みたいなあったよね。ネット記事みたいなやつ。そのキャラクターかな、この子。はい。なんだろう、これ、どうすんだどっか押すの。押せる場所あるあ、一個だけ違うぞ。えー、あ、これ、ひょっとしたらさ、一つ一つ違うやつ押していくみたいな感じ。ぽい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 。うん。で、横に振ってこれ喜んでんのそれでも泣いてんのどっち <laughs> 多分泣いてるんだろうけどなと思うんだけど、横に振ってることによって喜んでる風にも見えるんだよね。どっちやねん、お前。うん。あ、止まりましたね。あ来た扉がられたぞ。はい。<laughs> あ、待って、これ。えこれいいのアンロック、レイン。レインなんか関係あんの一つ目クリアしたぞ。 ええー、待って。さっきの5、1、2、4、3は3から行ってこれクリアできましたよ。えー、これなんか順序やっぱ関係ないの適当にやっていったのかなそれでも今運よくいけたのかなどうなんでしょううん、口開くな。はい。数字覚えてましたね。うん。見ずにいけました。ちょっと待って、これ。<laughs> 一発だ宝箱来て。うわ よし宝箱来い俺は信じてるゲームじゃねえだろこれあっぶね今意識飛ぶかと思った <laughs> 急に超高え声出したから今首あたりがピキーンになりましたね <laughs>。無言ですれ来たようやくだあったはい。どういうことこれ。さっきレインで GGGJ って。うん。グッジョブ的な次ちょっとまだ触れてない4いけますか。これちゃんとセーブされてるどんなの何これ遊び方。うわぁ。はい。 スロットゲームね。クレジット300枚以上で扉が出現。わかりました。頑張っていきましょう。んあれなんでこれどうやって戻んのうん。はい。頑張りましょう。さて。うん。うん、これでいいんだ。ここ押すの適当でいいんだ。はい。はい。はい。あ、いいね、これ。結構面白いかもしんない <laughs>。ちょっとここで癒していこう。うん。あのキャラクターがいるね。ファンシーアランドのさ、タイトルのあの女の子。うん。 これゼロになることなないよねゼロになったらどうすんだはいまあ多分ゼロ。あ来たゼロにならないこと祈っていきましょうかはい来たというかこれポイント追加されてねえぞうんえ待ってこれ大丈夫かなあ惜しいもうちょっとだぞこれはいまだいけるよしオッケー来た はい。結構増えましたね。ただ、最初よりは3枚引き。そうですね。報語出ちゃいましたね。はい。セブン来い。せーの。セブン。あ、惜しいわ。これの次さっき当たったんだよな。はい。はい。はい。じゃあ、当たんな、これ <laughs>。セブンの1個ずれの次絶対当たるな。はい。<laughs> なんで？うん。あゲームオーバーじゃないんだ、今回は。珍しい。セブン来い。来たねえ、これどうすんの はい。あ。ひょっとしたらこれ。来た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 ボーナスタイムだこれ今のうちにこれ300貯めちゃおうどんくらい続くんだうん。意外といけるかもしんないなこれ。うん。なんか枚数どんどん減ってっちゃってこれゼロになったらどうしようっていうね不安がもうようやく消えました。いける。この曲が流れてる間ではずっとボーナスタイムってことうん。いけるかなあと100 1 0 0 1 0 0 よしよしよしはいはいはい,か早いか曲が終わる前に行けいけるかこれ止めですけあと一歩あと一歩おーし OK <laughs> やったぜあーよかったこれでいいんだえ次のページに進みますかクレジットリセットされますはいこれははいだよねどうなんのおーしオッケー 1,2,3を手にした、俺。はい。いやー、ちょっと待って、これ。むずいぞ。うん。次、どっから行くもう一回、ゴールリベンジしてみるうん。頑張ろうぜ。怖い怖い。4回目で来るからな。はい。3。ダメだ。何一つ変わってない。 待って、なんかいけるかもしんねいこれ。これ今ね、番号してもブーって言うようになった。なんで意味がわからない。五 <laughs> 一5、1、2、4、3。<laughs> いけたマジかなにこれ意味がわからない。<laughs> なんでいけたのうんや。一番最後の部屋、これ。 うーうわ。なんだお前。なんかいっぱいあるよ。<laughs> はい。強い霊力で封じられてる。他はこれ何ワンピースかけている。はい。ゴールディー・ロジャージャー、この子が。うっ。いじろよ、お前。<laughs> ここまで来るのすごい大変だったんだよ。うん。もう2時間近くこれプレイしてるからね <laughs>。はい、これは何でしょう あ、またゲームか。うん。押したボタンと同じ表情がらジたら勝ち。3連勝で景品ゲット。OK。これでなんか進めそうだね。わかりました。えーと、じゃあ、泣きマーク。はい。コインを持っていない。どこで取るんや、これ。コイン。うん。これ何コイン必要なのうん。ってことは、他に、この子か <laughs> うん。ここの部屋から出たらもう詰む気がするんで、ひたすら押していきましょう。これ。あ来た来た来たこれで、え、え、なにこれ黒いパズル。え、どうしよう。これ白だもんね。いいえ。黒い、これもう一回、あ、何回もできるわ。待って、これ分かったかもしんない。白いピースが出るまでこの子の頭を揺らすんじゃない 黒いピースやったら多分詰む気がする。なんだこれ缶切りや。なんでここで缶切り手に入れたのよくわからない <laughs>。ひたすら押してこれアイテム手に入れてくんのかなどうなんだろう白いピース来い。俺はそう信じてるよ。どう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 来ねえな違うかこれ。うん。違う部屋行ってもう一回戻って。 さっき何回ぐらいでさ、黒いピース出た黒いピースはめてみるああ、出ねえなー。どうなんだろうって。この黒いピースがさ、コインってわけじゃないもんね、絶対。うん、違うな。えー、どうすんだコインの入手法とかって書いてある書いてねえか。えー、っと、これで戻って、わかんないもんね。じゃ、ちょっとはめてみましょうか。はい。 すんごい文字化けしてる。うん。これで、あ、待って <laughs> う嘘待ってよ <laughs> でも全然わかんない。何このゲーム鬼畜とかヒントとかもないからね。またこっからかへん。また行けた。ふぅ。よしやってくぞ。 <laughs> このピースをさ、白いピース手に入れられるまで、ひょっとしたらこれ、運なのかもしんないよ。缶切りとかも何なんだろうね。白いピース来い。一番最初は黒いピースしか来ないのかな。あれから何度もやってもね、黒いピースや。うん。そう、あれから何度やっても首振るだけでね、アイテム手に入れられなかったからさ。そう。で、黒いピースをはめたら、無限ループでこの子が現れるようになって、こっちとかこっちとかしてもさ、これなんだよ。 缶切りで。はい。やっぱこれ運用素なのかなちょっと白いピースが出るまでゲームオーバー引き続けるしかないのかもしんない。うーん、今更だけど目怖っ。あこれ缶なのかようわぁやった行いけたぜはい、ようやく遊べる。なにこれ ん、ん、違う。うわ、やばい。どうしようかな。<laughs> 今、ニコちゃんだったよね。もう2レンズが来る気がする。はい。ニコちゃん。うわ次、3度目の正直。もう一回、ニコちゃんでいく、俺は。んうん。すんごい、もう沼ってる気がする。はい。うわぁ、マジか。<laughs> ニコちゃんでるまでやってみる、これ。はい。あ、来た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 いた,た。 一回。これ次ミスったらどうなるのっちかなうん。で、二連続ニコちゃん。あー違うか。あ、減るんだね。なるほど。わかりました。っちかなはい。ニコちゃん。よし。次じゃ泣きでいきましょう。いや、さっき泣きだったから次回ったニコちゃん。やったぜ最後これ。えなんで二、ね、回だけこれ連続でクリアしたら、今3ウェイまでつきましたね。あった。はい。きたこれかよ マジかはい。手に入れた。で、戻って、うん、こわ、ここに、し、し、白いピース。よーし、オッケーなんだ、俺。レーザー銃除冷銃除霊 <laughs> できるようになった、これ。あ、できるわ <laughs> これ、打ちまぐればいいのかな え倒せるなんかボス感あるよね、この子。BGM とかなんもないけど、なんかちょっと体力的にボス感ある。うーん。やっぱ違いそう。あ来た連打しまくってたらさ、今黄金の扉現れてね。えあ、さっきのさ、霊力が強い銀の扉はなんか今のところひたすらやつってたら来ちゃった。こっちいいのかな 懐かしい,いや久しぶり。よっこの場所が分かったね。シークレットアクティブ4の解除キーワードは、んんだよ。<laughs> どういうことこれ <laughs> そ、どういうことだよこれどんどん新たな展開になっていくじゃんこの子。この子の名前何だったっけ名前なんだっけいいやもう。な、忘れだわ。<laughs> 申し訳ないんだけど、もう名前覚える気てもなんない。はい。ギルのつぶら上げましたね。 さあ行きましょう。これ何まっすぐ進んでいいの見お<何>前なん <laughs> <laughs> か出せたぞ <laughs>。反省的にジョレーザージュ打っちゃった <laughs>。強いね、これ。はい。あ、待って、クリアしたやったファンシーアイランドクリアできたよ。やばくないしかも、深層ファンシーアイランド。うん。アーカイブ。え、俺どうすんの左のメニューから見たいファイル送る。 これ、OMSB どっから打つんじゃないのお、お、お、え、あ、これか。ここ,こだいきますよ。OMSB。どうはい。うわはい。あ、あれ通常版、ファンシーアーランドに現れる少年がドット A になって帰ってきた。なんだそれえ、これがシ,シークレットなの <laughs> <laughs> 俺の絶望感半端なクライムの。<laughs> さっきお前映ってたろ全然シークレットじゃなく映ってたろなんでこれ打ち込んでまたお前さっきやられたのがこう出てきてんだよ。はいあ、いろいろなんかあるんだ、シークレットなんちゃらが。はいはい。ここも OMSB やってみる ?OMSB。でも4って書いてあってね、さっき。あ、やっぱ出ねえわ。 うーん、なるほど。でもクリアできましたね。うわ、来たはい。一番これ5番のところがさ、謎だったよね。<laughs> どうやっていくんだろうね。はい。窓のページに出現する幽霊。いや、難かった。なんかどうにか、いたこの人。いないよね。あ、言いましたね、この子。ちょっと、あ、発骨化したわけじゃないんだ。別ね。うん。 はい、なんかまだ見ぬキャラクターも色々いますが、あーこれ今、除霊ザージュで除霊した雲だ。<laughs> でも大体見てたね。あーよかったークリアしたはい。ちょっとね、また戻ってまいりました。一つ気になることありよなみんな。これ。除霊 <laughs> ーザージュ使ってこの悪霊をぶちのめしましょう。これぶちのめしたらなんかこの先あんのかななんか。どうなんでしょうね。はい、出しなさい。 かわいいやんなーよーしこのゲームなんか楽しい。ここはね。はい。他は地獄でしたか。か <laughs> あ、謎解きも楽しかったね。飽きた。一発で。次泣きだろ。どっちかな泣き。やばい一気にやっぱつくね。2>, っ2回でいいじゃん。3回じゃないよ、これ。はい。白いピース手に入れました。はい。だただ、白いピース、あ、そうだ、白いピース手に入れて、えーっと、白いピース。 ジョレーザー銃を手に入れて、あそこ撃ちに行くんだ。いきますよ。せーの。来た扉にジョレーザー銃を撃ちますか行きましょう。はい。<ー> <laughs> 今、俺がいましたね。はい。いつもの俺がいました。絶叫を聞こえて。はい。皆さん、鼓膜無事ですかあさっきと同じ間取り。ジョレーザー銃の手間、あ、よし、OK。はい。<laughs> あいつが一番強そうな見た目してるのに一番弱い。これどうなってんのこの先。 わーやったーこれもクリアなんだはい。ということで今回 <laughs>。ということで今回、真相ファンシーアイランド実況をプレイしましたがいかがだったでしょうか相変わらずファンシーアイランドぶっ飛んでんなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。はい。いや、ちょっと本当に疲れた。<laughs> 2時間超えでクリアできたわ。 <laughs> よかったよかった。はい。ということで、えっ、ー、と、またなんかこういうね、珍しいゲーム出たらやっていこうかなと思いますんで、ぜひ、えー、チェックしてみてください。こちらのゲーム、皆さん、どう感じましたかそれではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。んー、で、その、パクパクやめて。